国、そして韓国人。優しい心を備えており、手先が器用で勤勉です。その勤勉さで優る四半世紀の間に経済的社会的安定を築き上げました。それはまた5000年の古い歴史と高い教育に根ざした韓国人の不屈の底力に支えられたためでもあります。韓国は北東アジアに位置する半島の国です。韓国1993、広さ22万平方キロメートルの韓半島は、休戦ラインを境に南北に分割されている地球上唯一の分断国家です。全国土の 70% が山地である韓国の国土は、東側は高く西側が低い地形を形作っています。四季の変化が隔然としていて、花咲く春の趣が麗しい代わりに、東アジアモンスーンによる梅雨前線の影響で、夏は梅雨の末に蒸し暑い気候が続きます。秋の美しい紅葉と突き抜けるような高い空は韓国の誇りで、一方冬には大雪が降ります。遥かな昔、韓国民族は中央アジアから移ってきました。団君を建国の酵素とあがめ、紀元前2333年を韓国の歴史の始まりとしています。高朝鮮に始まる古代国家は、高句麗、百済、新羅の3つの王国に引き継がれます。5世紀頃、高句麗は領土を拡張させて、その最盛期を誇りました。しかし韓国古代社会の仕組みは、8世紀頃の新羅と渤海時代に至って初めて完成されます。その後、10世紀初期に始まった高麗王朝、そして14世紀の末に発足し、約500年間続いた朝鮮王朝へと引き継がれてきた末、日本統治36年間を経て、第二次大戦後、国土が南北に両断されました。韓国の首都ソウルは、朝鮮王朝の建国当初から今日まで600年余りにわたり首都の位置を占めてきた都市で、古風と現代風が混然と融合されています。韓国の人口4300万の4分の1に上る1000万人余りが密集して定住するソウルは、韓国の政治、経済、社会、文化の中心地となり、国際都市に成長しました。生来真面目で根気強い韓国民族は、勤勉で誠実な国民性を持っています。韓国の社会は、すぐる20〜30年の間、大きな変化と発展を重ねてきました。韓国戦争の廃墟の中から立ち上がって、世界10大貿易国として浮上するに至るまで一生懸命働いた結果、一人当たり国民所得が6500ドルを超えるようになったのです。農業国家であった韓国は、1960年代に至り工業発展の基盤を築いた後、1970年代からは新しい村運動と
数次にわたる経済開発計画によって重化学工業時代の幕を開けました。石油化学工業、製鉄工業、自動車工業などにわたり全てコンピューター化された生産体制を整えて国内外に市場を広げています。さらに各種の電気電子機器生産の自動化と技術開発は韓国産業に新たな起源を隠してくれています。今や韓国の経済と工業はますます高くなりつつある海外市場の壁をいかに乗り越えるかという難しい課題に直面しています。世界の経済秩序が世界貿易市場の開放による市場自由化の趨勢にある中で、農産物を除く韓国の輸入開放率は 98% に及んでいます。このように韓国は世界の貿易国と足並みを揃えて通商摩擦を解消すべく国際貿易自由化基調を守り立ててきました。韓国経済発展の道は科学技術の開発と産業競争力の強化による貿易の振興にあります。そのため韓国は技術の先進化と製品の高級化を図る一方、21世紀に向けた国際交易の新しい可能性の発掘に力を傾けています。一方、現在の輸出高を1996年までには1350億ドル内外にまで伸ばすべく目標に挑んでいます。韓国は帝都の科学技術研究団地に科学大学と多数の研究機関を誘致して産学研共同研究を促進させ、その成果を実用化することによって科学技術立国の夢を実現させるための先鋒たらしめんとしています。研究開発分野としてはコンピューター、半導体、遠距離通信、科学分野をはじめ新物質、生物工学、代替エネルギー、航空技術開発などの長期計画も含まれています。その中でも超高集積半導体産業の技術開発はかなり進んでいるところから、英字新聞500ページの収録が可能な64メガディーラムの開発にも成功し、大量生産段階に入っています。科学技術水準を2000年代初期までには先進7カ国並みに引き上げるというのが目標となっています。軌道の上を浮上して高速で走る磁気浮上鉄道の研究にも多くの投資をしています。ここは人工衛星研究センターです。宇宙軌道に乗せた我が星1号の追跡研究と合わせて1993年中頃発射する予定の我が星2号の製作のため研究に没頭しています。1993年8月7日から開かれるテジョンエキスポ93の現場です。新たな跳躍への道というテーマで催されるこの博覧会はソウルオリンピックに次いで韓国人の手並みを世界の人々へ披露する機会となるはずです。韓国民族は伝統の生活様式にのっとり、従来の大家族制度のメリットをまともに生かすようにして暮らします。なお韓国は食事に箸を使うことから箸の文化圏として分類されています。しかし一方では核家族化のトレンドも高まってきて、住宅の需要が増えていくので政府では200万戸の住宅を建築しました。